男の夢シリーズ、はい、というわけでやってまいりました、っていう場所なんですよね。これね、なんだこれ、1000円を入れるとなんか出てくると、下にある24個のこれだと思うボタンを押してみると、ちょっとなんか怖いな。今日はですね、こういうのがあるんですよね、まあ、ちょっとね映せない部分もあるとは思うんですけども、ちょっと行ってみようかなと思います。映せる範囲で話題の玩具、ちょっとか、こちらに入っていこうかなと。男の夢シリーズ、男の夢シリーズ、ちょっとか、自主規制により昼間の営業を自粛しております。本当ですね。ちょっとね、映せないですけど、本当に結構ね、そのまんまのイケてる商品勢ぞろい、まあ、なんかいろんな、もうそのまんまのね、1000円ですね、全部1000円です。住所なしでも購入できます。どういうことなんでしょうね。新商品一番売れてます。なんかいろんなのおもちゃとかがありますね。18歳には購入できませんと。で、まあ、イメージ的にはなんかこんな感じですね。感じで、まあ、DVD があるということです。で、まあ、ね、こんな感じです、ね、いろいろやっぱあれで、コスチュームとかね、なんかいろんなパンツとか、パンツっていうか下着とか、まあ、こんな感じでございます。かなりギリギリでございますけど、ね、何が売ってあるかはもうご想像にお任せします。潜入いたします。イケてる商品勢ぞろい、ね、かなりあのマニアックな感じのね、大人向けの感じですけど、なんか一番人気とか、まあ、全部1000円ですね、はい、でこっち側はもう自販機なしで、証明書なしで、買えるやつですけど、あ、なんか、ね、ツールがあったり DVD あったり、これも、2000円、1000円、3000円ね、いろんな、でもこれは免許証なしで購入できるとか、DVD とかありますね。
はい、いうわけで、あの絶滅危惧種のこういう DVD のね、のを見つけました。まあね、珍しいですよね。民家の色が買う人いるのかな、まあ、全く興味がない人もいると思うんですけども、やっぱりなんか気になりますよね、こういうなんか山奥にあるやつってどんな感じなんだろうって。 DVD ね、 DVD とかいろんなもの売ってますけど、いやすごいです本当に。霧で、でこれも本当に気になるんですけどね、あんましいいあれがなかったような。男の夢シリーズ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。